はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということでですね、本日なんですけども、プロスピコロシアムをやっていきたいんですが、今日からね、ちょっと新企画をやっていきたいと思います。題して、アンダーをアウトになったら即企画終了です。イェイ。はい、ちょっとグダグダな感じになりましたけども、そうですね、もうサムネタイトル見てもらったら分かるように、失敗したらね、もうこの今日の企画終わりたいと思います。まあ動画終了するわけじゃなくて、まあその後もね、ちょっとプレイどんな感じでやってるかっていうのをお見せしたいんですけども、まあちょっと参考になればなと思いまして、でね、ただ動画撮るだけやったら面白くないなと思って、10割目指そうかなと思います。はい、過去に10割はないんですけども、まあおいおいお前そんな調子乗んなよという方たくさんいると思うんですけども、まあね、ちょっとそこを目指してやらないと面白くないということで、早速やっていきたいと思います。打順がね、まあ、概要欄にも貼っときますが、前ね、コロシアムの攻略法みたいな出したと思うんですけども、そっちはね、長打をやったかな、ちょっとごめんなさい、わかんないんですけども、まあ大体僕はね、一番打者が回ってくる上位っていうのに打ちやすい選手を置いてます。で、下位にやっぱりね、打席数が少なくなってしまうんで、まあそれなりに苦手な選手、まあそのオーダーの中でも苦手な選手を入れてます。なので僕はね、もう左バッターずらー並べて、後半は全部右打者でやらせてもらいたいと思います。はい、で僕のね、今見た感じ、まあ結構僕も今生放送終わった後にやってるんですけども、ランキングがね、1位の方が28本ということで、その記録をとりあえず目指してね、まあ10割なんで全部打つんですけどね。はい、ではやっていきましょう。スコアバトルもね、ちょっとやりたいんですよね、もしうまくいかなかった場合ね、これねちょっとね、動画撮りながらなんで、マジでね、失敗できない、ここは本当に。うわ、手震えてきた。お、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、あんな球見逃す。オッケーオッケー、低めはね、基本打たないです僕。よっしゃ、危ねえこれね、なるべくね、ホームラン打った方がいいんですよ。やっぱり打席回ってくる数が多くなるんで、ホームラン打てばね、点差を離せば離すほど打席がやっぱりじゅんぐりじゅんぐりするんで、こういうの捨てます。はい、ツーストライクまでは変化球基本捨てます。ヘイヘイ、これね、ツーシーム引っ掛けの注意ですよ。あ、いいです、いいです、オッケーです、オッケーです。フォーク、はい、ということでね、企画終わりましたが、まあプレーどんな感じかやっていきたいと思います。よいしょい、よし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 、え、なんすか、え、なんか僕企画やるって言ってましたっけえ、企画やるって言ってましたっけ。アンダーをアウトになったら即企画終了、覚えてないな。しゃ、よしよしよし、いいよいいよ。まあ1回失敗しましたが、もうこれ以上失敗しなかったらいい話なんでね。うん、打ってる人ってどんだけ打ってるんでしょうね。最高で何本打ってるんやろ初日。あ、はい、しょい、4点か。何人や、6人でしたっけ。これな、 OKOKOK。え、ちょっと待って、アンダーオーですよね。あ、まだ持ってきた、ラッキー。6打者回ってくるとしたら6本で36か。うわ、やっと待った。普通に雑魚くて草ですね。はい。まあ、こんなもんですよ。はい。じゃあ、行きます。皆さん、どんぐらい打ってるんですかね。ちょっとコメント欄に書いてほしいですね。結構ね、こういうの難しいんですよね。正面行くんですよ。なんか知らないけど、こういうイベントの時って正面飛びがち、うん、正面飛びがち、はい、反復横跳びみたいなイントネーションで言いましたけどねな、早いんですよやっぱね、ちょっと2019やってるからな、言い訳よしよし、とりあえずこっからは全部ヒットできましょう。で、点を入れないといけない、打席を回ってこさすためにもね。しゃあ、追い込まれました、次振ります。K、これでも1本ですからね。個人的にね、長打王の方が好きなんですよね。 K、 外角とかほんまに飛ばないんでね、引っ張ったらこういうのはいいよ。 K、 うわ、もったいなー、マジで、まあ、下手くそなんですけどしゃ、いい感じだね。まあ1試合に1本失敗するぐらいがちょうどいいのかな、モチベーション的にも。変になんか緊張とかしてしまうでしょ、全部ヒットやとね、10割とか言って。アンダーをアウトになったら即企画終了。
何を言ってるんだと、うん、僕10割ですよっていう方おったらちょっと教えてほしいですね。ちょっと今の危なかったな。え、VIP さん10割打てないんですかみたいな。僕10割打ってますけど的な猛者募集してます。ツイッターに DM よろしくお願いします。うわもう早いんよほらマジで。お、決めたー、かっこいい。もう回ってこないでしょ。おお、スピリッツゴリ押しゲームですね。まあ、結構ねやっぱりあのこういうコロシアムの動画とか撮るとスピリッツゲーやっていうコメントがあると思うんですけど、多分あります今回も。よし、とりあえず11本3試合目いきます。さあ3試合目気合い入れていきましょう。とりあえず打席を多く回ってくること、そしてホームランをより多く打つこと、変化球は捨てること。よし、 OKOK。あんな低めとかやったら絶対ガヤフライですからね。これは打つ、うん。ちょっと今のスライダーの軌道分かったんでごめんなさいね。変化球を打たないと、ツーストライク追い込まれるまで変化球を打たないと呈したはずなんですが、やっぱりで、ね、配球を読んで当たった時は打ちたいと思います。マリュマリュヨシヒデ、渡辺マリュ。うん、こういうのあるんですよ。うん、オッケーオッケーオッケー、全然いい全然いい。1試合に1本失敗は全然いいんですよ。うん、もうこれ失敗しちゃダメですよマジで。1試合に1本失敗は許します。はい、そういう企画です今回ですよね。タイトルとサムネそうなってますよね。1試合に1本失敗 OK10 割目指しましょうですよね。うん、なはず。うわ、もう7回か、これ6本打たれへんな。 OK、 激甘激甘、もう1回回ってきてお願い。よしよしよし、あわよくばもう1回ぐらい回ってきてお願い。5本は打ちたい、せめて。あ、やってもった。あ、オッケーオッケーオッケー。え、てか28本ってすごくね。え、どうなんこれ、ちょっと今思ったわ。え、ちょっと28本ってすごくない。あと何本打たなんか、13本。うわ、やば、気合入れていこう。ティッカ、じゃあ行きましょう。ティカです。はい、これちょっとねティカティカ言ってると編集かなりしんどくなるんで、ちょっと1回だけにしておきます。ティッカ、おーしゃい。これ録画してるからちょっと確定演出ゲットですね。ティカの嬉しい、ナイスイベント。きたー、1回の表でまた回ってきたホームラン、よーし、やっぱティカ、うん、なんたってティカ。え、なんで 2,3 回そんな凡退すんの、どういう流れ、その流れ教えて。いやー、こんだけ体前に流れたらホームラン打つの結構難しいですけどね、リアルの野球やと。結構このゲームのフォローする前に流れてますけどね。あ、まさティカ、よし、ホームラン行こう。爆発オッケー、あと2本アウト、ちょっと取り返そう。爆発楽しい、ようやく感覚掴んできました。ちょっと V ロードすればよかったな、ぶっつけじゃなくて。じゃあここホームラン打ったらかっこいいな。リアタイと違うから次ストレートって晴れないんですよね。オレイやっぱり吉田正尚選手が一番打ちやすいな、うん、これは紛れもない事実ですわ。よし、ここですよ。王監督ホームラン打ちやすいんで、王さんでホームラン打ちまくって打席数かぐく、ペイペイペイ、マー君か。よし、とりあえずね、オッケーオッケーオッケー。いやー、ちょっと2回の表回ってきてほしかったな。まあいっか、この調子だと4回も回ってこないな、ツーアウトやから。 OK、 あんなん絶対手出したらダメっすよ。うん、ダメダメダメ、絶対ダメ、打ち損じるから。 OK、 ストレート来るでしょ絶対。来た、オレイ、うわー、これは痛い。次スプリット来そう。 OKOKOK、 これファーボールも1点ですよね。ないか、ファーボールはないか、さすがに。いや、ちょっと待って、ちょっとタイム、コンピューターではあってはならない配球今の。よかった10割チャレンジしてなくてしてましたけどね。うわ、やべ、28本いかんぞこれ。ちょっと待って、あと2回回ってきてお願い。あと1回か、これ合わせてあと2回か。オレイ、まあ、ほぼホームランなんやけどな。
よし、とりあえず28本いけそうですね。次でとりあえず1位はキープできると。1位ならない、話ならないですからね。オレイ、ちょっと後でツイッターでちょっとみんな何本打ってるかチェックしに行こう。うん、結構厳しいんですけど、まあ、結構ね、動画撮りながらって結構難しいっすよ。喋りながらなんでね、うん、我がモードに入れないんでね、これね。あとどれじゃないですよ、声はほんまに。オレイ、うわきちい。この打席数だと多分29やな、全部打ったとしても。マジか。オッケーオッケー。あんなん手出したらもう阿部選手足遅いから。オレイ、うわー、やべ、これ同率やな。同率ですわ多分。きっつー、1位になりたかったな単独で。ミスった、ミスった。あー、よかった。うわ、今の手出すボールじゃなかったぞ。何してんねん、我を失ってます。お願い、これはわしあと3回回ってきて、お願い。アデューはアデューやん、渡辺。やっちゃった。うわ、ホームランじゃないとダメなんすよここ。うわ、回ってくるかな。7回表ですよ。お願いお願い、単独やめて。よしよしよし、とりあえずここ打って29で1位になりましょう。皆さんちょっと何本かマジで見に行こう。キッズ、オレイ、もう一回回ってきて、ガー、30ぶりやった。はい、とりあえず単独1位になれましたが、多分おそらく低いでしょうね、これ。ちょっとフレンドさん見てみよう。ほら、見て見て。うわー、だいぶ低い。まあまあ、この日が全部じゃないんでね。うん。まだ次回あるんで。まあちょっとね、一旦動画終わりにしまして、もしかしたらスコアバトルやってるかもしれないですけど、ちょっとどうなってるかわかんない、編集で。ごめんなさい。じゃあ一旦ここで終わります。ありがとうございました。